はい、皆さんこんばんは、おはようございますですね。失礼しました。おはようございます、12月の11日のビデオレターをお届けします。朝なのに、夜の雰囲気なんですが、実際にこれは夜撮っております。レッスンが終わって、全ての課題をね、水切り、水揚げ、バケツの水替えといろいろやりまして、あとは帰るだけとなりましたので、ちょっとおしゃべりしたいと思います。今週はですね、リースがやっとね、大まかには終わりましたので、今日は切り花のアレンジメント、や、投げ入れのレッスンをさせていただきました。今日日曜日までまだね、生徒さんがいらっしゃるので、お花も、綺麗にキープしてあります。今回のテーマはですね、クリスマスらしいアレンジメント、そして、明るくてホッとするようなものがいいなと思いましたので、やっぱり、華やかさも備えつつ、それからあまりこうキラキラしすぎない、何がいいだろうと思って、眩しすぎるんですけども、やっぱりアマリリスを選ばせていただきました。アマリリス、こちらですね、今映っているこちらの、お花ですけども、本当に豪華な、ね、お花で、目が飛び出るようにお高いんですけども、計算して、レッスンで皆さんにお楽しみいただいております。他のお花はね、あんまりもういらないっていうか、十分主役なので、他のお花を盛りだくさんにせず、シンプルに針葉樹やグリーンや枝物なんかと合わせて、それぞれにお楽しみいただいてますので、どんなアレンジメントや、それから今回はちょっとね、素敵な壺を、いくつか私が家から持ってきまして、用意しましたので、そういったあの投げ入れをね、していただいて楽しんでいただいています。結構ね、私が思う以上に皆さん素敵にまとめていただいて、なんていうんですかね、嬉しいですね。なんていうんですかね、無駄なことをしなくても十分美しい、なんかね、余計なことをしなくても綺麗だっていう、その花のそもそもの綺麗なことをね、引き出していただいたような気がします。本当に、参加していただいた皆様ありがとうございました。それから、リースにね、参加した人から後になってね、じわじわと、感想をいただいてますけども、リースもそうですね、やっぱり綺麗に丸く作りたいって方も多いんですけども、そうじゃなくて、やっぱり作ってみると、あ、なるほど、こんな風にできたんだってことで、思ってる以上に上手にできましたっていう声が、すごく多かったです。何よりも多かったのはやっぱり癒されたとか、幸せな気分になったってことなので、やっぱりお花とか植物って本当にそれだけでね、癒し効果がすごく高いので、そば、に置いておくのにはすごくいいですね。で、皆さんがハッピーだ と、一緒に住んでいる家族とかも、必ずその気をね、感じてくれると思うので、そうですよね、なんかイライラしてたらね、ちょっと今日今話しかけないのがいいかもとかね、なってしまうので、やっぱり女性も男性もニコニコしてるか、穏やかな、ね、顔してる人の方が人を、優しくしてくれますし、人が集まってきますよね。人気が出る人っていうのは、そういうね、なんか心に持っているものが、やっぱり穏やかなものがないといけないと思うので、ぜひ皆さん、自分の周りにいる人、まず自分ですよね、自分と周りにいる人を幸せにしようと思ったら、穏やかになるということを、心がけていただきたい。その中にお花があると、私としては嬉しいなと思います。で、今日はね、そのね、癒しというかリラックスできるっていうことの、効果があるお花以外のものを一つご紹介したいと思います。毎年言ってるんですけども、このシーズン日が暮れるのも早く、夜の明かりが灯るのも早いんですけど、もう一つ、忘れてならないのが、キャンドルです。日本人にはキャンドルの習慣が少ないと思うんですけど、私がお花の勉強するときに、ヨーロッパのね、あちこち回ったりとか、アメリカに行ったときに、やっぱりどのお家にもこのシーズンにすごく大事にしているものがあって、宗教的なものもあるんですけども、キャンドルなんですよね。で、こちら私が、去年から、生徒さんに推奨していて、アレンジや、それから皆さんにこうプレゼントとして差し上げているこのキャンドルがあるんですけども、キャンドルのこの炎ね、ずっと見てるだけでもなんかまったりと幸せな気分になるじゃないですか。このキャンドルの効能を3つお話します。去年も言ったので、もういいという人はスルーしてください。1つ目、F 分の1揺らぎ効果と言います。この、F 分の1揺らぎっていうのは何かというと、人間にとって、脳がですね、心地よく感じる、規則性を持ったパターンの揺らぎと、言われています。聞いたことがある人も多いと思うんですけども、こう見えて規則性を持った揺らぎなんです。キャンドルの方はもうね、一番よく言われることですけど、ろうそくですよね。それから、波の音
子供の頃私海のそばにね住んでたことがあるんですけども、ザブーンザブーンと遠くから聞こえてくるんです。であのなんか一定の、ね、リズムを持った波の音っていうのもこのエヘブンズの揺らぎと言われていて、癒し効果とかリラックス効果があると言われています。あとは風鈴の音、風が吹いている風鈴の音ですね、それから、電車の揺れ、電車の中で山手線一瞬寝てしまったことある人いるかな、もしくは、ね、知らない間に2駅ぐらい乗り過ごしてしまったと、あの電車の音も、人間が心地よいと感じる一定のリズムを持った F 分の1揺らぎと言います。あとは私はすごく感じるんですけど、木漏れ日ですね、初夏の頃ね、緑 の, あの上に雪があるところの下をトンネルのようになったところを歩くと、あの木陰のその木漏れ日がすごく気持ちよくてゆらゆらと揺れて、であの葉がねカサカサと揺れるあの音、あのリズム、あれは抜群に私には、効果があります。このキャンドルの効能は癒し効果がありますので、冬をねぜひ、今 LED ライトとかもねあって安全なので、ぜひお試しいただきたいと思います。とっても癒されると思います。それから、このキャンドルの効能の2つ目は、これは LED ライトでは、実現できないんです。何かと言いますと、マイナスイオン効果があると言われています。マイナスイオンをこれ発生してるそうです。知ってました。私も去年も知ってびっくりしたんですけど、また今年もねもう一回自分喋りながらへーっていう感じなんですけど、この炎がね、出る時に、キャンドルからはマイナスイオンが発生すると、言われてます。森林浴とかあの滝のそばにいるとマイナスイオンを浴びるって言われてますけど、あれ以上の効果があるんですって、ちゃんとした実証データがあるそうです。ちょっとすごいですよね。なので先ほどの一つ目の、キャンドルの効能の F 分の1雷効果って癒し、しかないっていう、感じです。火を、ね、つける時にはそば、から離れちゃいけないんですけども、もしじっと見つめている時間があるんでしたら、自然のこのねキャンドルとかろうそくの炎が一番です。ぜひ、試していただきたいと思います。ほんの1分2分でもいいかなと思うので、ちょっとね、お茶を飲みながらぼーっとする時間があってもいいかなと思います。そして3つ目キャンドルのね効能、は、消臭効果と言われています。消臭効果なんですけども、これもですから LED キャンドルでは無理なんですよね、リアルなキャンドルじゃないんですけど、このキャンドルの、燃える時には、空気の対流が起こって、そこの空気をきれいにしてくれるそうです。お部屋の匂いが気になるという時にはぜひキャンドルを焚いていただくと、お香を焚く人もいますよね。もしかしたらお香も消臭効果、いやお香そのものは消臭効果ですけど、キャンドルは空気の対流で空気をきれいにしてくれるらしいので、まあ、あのお香じゃなくてっていう時にはキャンドル、ろうそくを灯していただくといいと思います。でちなみに今私が持っているのはアロマキャンドルなので、ほのかに、香りがしてきて本当に、癒し効果抜群で、癒ししかないという感じなので、冬はね、日が落ちるから、暗くなるのが早いのでキャンドルもいいですよって言いましたけど、まあ、冬じゃなくてもストレス社会なので、ね、あのちょっと癒されたいという時にはキャンドルなんかを、生活の中に応用していただくといいかなと思います。今ねあの火を使わないキャンドルっていうのもいっぱいありますけど、やっぱりこうやって炎をね見ていると、何でしょうね、焚き火とかキャンプファイアじゃないですけど、本当に癒されるし静かな気分に、ね、なりますよね。ですので、今私は、キャンドルをいつも教室、終わった後、片付けするときに灯してね、で片付けして終わったら必ず火を確認して帰るという風にしています。お家に帰ってもね、また今度は LED ラキャンドル、あのクリスマスコーナーがあるのでそこにね渡してるんですけども、ぜひ皆さんもキャンドルを、試してみてください。ということで今日はレッスンのご紹介の、話と、それからキャンドルの3つの効能についてお話しさせていただきました。レッスンで、使った、お花とか、皆さんの生徒さんの作品なんかはまたブログで紹介させていただきますので、リンクからぜひご覧いただきたいと思います。今年もね1年間こう喋り続けてきて2回ほどサボってしまいましたけども、サボるというか省略かな、あとね数回まだありますよね。だんだん、クリスマスからお正月の、モードに変えていきたいと思いますので、次々と、またお花好きな方は、ぜひ、暇な時間に見ていただけたらと思います。2倍速かな、ね、私結構のんびり喋ってるので倍速にして見ていただくと時短になるかもしれません。と、それからで一つお願いなんですけども、年末に、
お正月のねお花の、アレンジメント、まあ、締め縄もそうなんですけど、いらっしゃる方、必ずご予約ください、最後の日までちゃんとあるように、素材をね確保してキープしたいと思います。締め縄の方は随時なんですけども、この先、お正月の切り花を予約したい方は、ね、20日までに必ず教えてください、もうほぼ待つは手配が、できているんですけど、あとお花ですよね。お花もなるべくシンプルに、そしてなるべく、高くなりすぎないように、また、余りストーリーを計算して、ご用意したいと思います。皆さんと、お花でね1年間何回かねお会いした方、いたすると家族でもたくさん会ってる方もねいっぱいいらっしゃるので、私にとっては本当に大事なお花の家族だと思います。ぜひ皆さんとまた最後まで、楽しみたいと思います。それでは今日はこれぐらいかな。アマリスのね美しい姿また、ブログでご覧ください。では、今日また日曜日なので、良い週末を。それから、あとね本当に2週間しかないので、事故や、怪我や風邪のね引かないように、気をつけて最後まで、元気よくお過ごしください。ではまた来週お届けします。さようなら。